いざ。まったく次から次へと。ここが天守閣だと知らなかったら、少しはお利口さんになったのかしら。あ、九条サラが宿女。稲妻の民が犯した過ちは私が裁きます。あなた、それは申し訳ございませんでしたわね。はいはい、私のことが忘れられないのは分かってるから、私を恨んでることも当然知ってるわ。しつこい旅人ね。そんなに急いで将軍様の前で私の罪を暴く。私はただスネージナヤから外交の施設として来ただけよ。オイラたちのこと眼中にないみたいだぞ。私が興味のない人や物事の話はやめてちょうだい。名前すらも他人に覚えてもらえないような小者たちが、彼らの短い人生からしたら、それはそれは大きな誉れだったのではなくて、将軍様、私の昔のことを掘り返すの。あ、スネージナや女皇の理想はこの世で最も高貴で純粋なもの。それに比べればあんたの言ったものは取るに足らない決着。私もあんたの顔は見飽きてきたところよ。でもあんたがそんな無謀な人だとは思わなかったわ。そんな偉そうなことを言う前に、分かってるのかしら、あ、天守閣に押し入り御前で大口を叩くなんて、あんたと私の間にある差を分かってほしいわ。分かりました。まさかそんな手があったなんてね。かろうじて自分を私と対等の位置まで引き上げるとは。でも敗者は死ぬの。旅人。じゃあここは甘んじて。お望み通り、執行官の権能と優雅さを見せてあげるわ。岩山八九。ふっ、諦めなさい。取るに足らないわ。ふっ、いいかも。さようなら。よくもこの私に。執行官の権能も邪魔になってきたわね。私は私の持つ運命を再び健在させる。眉から出るまで震えて待つといいわ。いや、もうええよ。無駄な努力をやめて。岩山八九。せた、蒼白の炎は今も燃え続ける。剣よ。蒼白の炎で剣鞘を溶かした今、私の苦痛を見届けるがいいわ。罪と罰の烈焔の中で、あんたの魂を燃やし尽くしてあげる。懐かしい痛みが燃えてるわ。あんたにもわかる。諦めな。難攻不落。その命いただいたわ。はっ、すべてが燃え尽きるまで。無駄な努力をやめたら。た、やっ。
んたの力。でも、なんで？私はスネージナヤの施設なのよ。私に手を出すのがどういうことか。私に刀を振るなら、あんたの国を、あんたが大事にしてる稲妻を、私たちバディが止まれと言ってるの。これは命令よ。あんた、それにあんたたち、私がこんなそこで。あなたは永遠の敵ですが、勝者の栄誉は認めましょう。生きてこの天守閣から去ることを許します。空気中に漂う雰囲気がどんどん重たくなってる。ライデン将軍による威圧なのか。宿女がライデン将軍の刀で死ぬなんて、確かに罪はあったけど、なんか考えさせられるな。執行官たちは神の心を集めて何がしたいんだ？おい、旅人、頭が痛いのか？しっかりしろ。やっぱり早くここを離れよう。なんか嫌な予感がする。そういえば、宿女を斬ったあの無双の人たち、強すぎてわけわからなかった。あの一撃が本当に無敵なら、ライデン将軍を倒すなんてできるわけない。ミコが言ってたな、オイラたちに千住百目神像の前でもう一回一心浄土に入れって。でも今オイラたち自分の身すら守れない。計画は一旦置いておこう。空気中に電気の流れる音が、息がうまくできない。旅人、大丈夫か？なんで何も言わないんだ。確かに天守閣からざわついた声が聞こえる。何か起きたのかな。あの声、すごく緊張してるみたいだ。何が起きたのか見に行ってみようぜ。いつの日か雷帝に相対する者がこの地上に現れる。かかれ！
またお会いしましたね。一体何があなたを再び私のところまで来させたのでしょう。その愚かな勇気は人々をかばうため、それとも私に謁見するのが目的。おや、よもやそんなことを言うために私をだとすれば、私も見くびられたものです。メガリレーに関することはもちろん知っていますよ。いいえ、私が知っているのは永遠についてのみ。メガリレーの発令も私が黙認したことです。あのファデュイたちの行いは永遠の脅威にはなっていません。さもなければとっくに粛清していますよ。願いとはもともと永遠にそぐわないものです。あなたはまだ気づいていないかもしれませんが、願いを追い求めるというのは、たくさんのものを失うことなのです。神の目を摂取すること自体は、命を奪うことではありません。命を落としたのは、むしろ願いを追い求めた者たちではありませんか？旅人さん、あなたは確かに特別な存在として私の目に映っています。あなたの身には、数えきれないほどの不確定要素があります。言い換えれば、あなたは永遠から最もかけ離れた存在。であれば、私は別にあなたに理解してもらおうとは思いません。そう。そんなことも知っているのですか。まあ、別に構いません。大方。私の意志を動揺させる隙を探っているのでしょう。いいでしょう。永遠に背くもの。あなたの覚悟を見せてもらいます。永遠の敵になります。旅人さん。隠れる術はあります。天道、ここにあり。万代をもって葬りに去りましょう。いや諦めなさい。やるわね。剣女盤石、取るに足らないわ。不安定な夜には取り除く必要があります。来光、永遠の土を照らす。よっ、あは。トン、よっ。さあ、そんな誤算だったか。トン、万代をもって葬り去りましょう。遅い。覚えたわ。なんじゃ、今さら思い出したのか。ミコ、これはあなたの計算です。意識を物体に憑依させる技、誰に教わったか忘れたとは言わせぬ。もしや何時、己の願いだけで A の意志に勝てるとでも。何時はここにいるが、彼らの願いはとっくに何時に宿っておる。じゃから目を閉じるがよい。
メガリレーを廃止してほしいです。岩山八九。やっ、諦めなさい。やっ、剣女盤石、全力攻撃。降参しなさい。無駄な努力をやめ。天理チョーク。裁きはすでに下りました。無念無双、全てを無へ。取るに足らないわ。さようなら。裁きはすでに下りました。諦めなさい。天道万象、難攻不落。無駄な努力をやめたい。何時の負けじゃ、エイ。はあ、ええ、私の負けです。どうして自らの民を、彼らの願いの力を信じてやれぬのじゃ。あれらの願いは距離や空間、さらには時間をも超え、すでに何人にも止められぬもの。それが何時がリーユへの旅で得た収穫か。人間が前へ進み、神が後ろに置いていかれる国。しかしてなぜわらわたちがそう自分勝手に前へ進むことを一方的に放棄させることができる。前に進むことで生じた損失をあなたも共に見てきたはずです。ええ、そう、永遠にのみ。雷光がひらめく場所には影ができます。私は影、無双をもって稲妻の前に立ちふさがるすべての障害を取り除きます。しかし一歩前へ進むたび、何かを失っていきました。そして最後には彼女さえも失ったのです。あれらの事跡は今も雷王の木陰で語り継がれています。しかし失った者がこの国に残した烙印は今なお燃え続けています。探しましょう。たとえそれが周囲の光だとしても、少なくとも私たちには今があるのですから。彼女はそう言いました。しかし必死に前へ進む国が天理を前にして全てを失ったのを私は見ました。雷光を保つためには時を止めるしかないのかもしれません。今とは儚い幻想であり、永遠のみが天理に最も近づけるのです。私はもう影ではありません。この身こそ意図尊き存在、天下を太平せし者。臣民に夢を与えると誓いましょう。未来永劫、不変の永遠を。天理、わらわにとっては皆目見当もつかぬものじゃ。とにもかくにも何時は自分の愛する稲妻を永遠に守り続けたいだけなんじゃろう。その言い方はあまりにも軽薄です。しかしこの国は果たして永遠に存在する価値のあるものなんじゃろうか。願いを失い、変化を失い、ただ存在するだけの国、
そんなものは抜け殻に過ぎぬ。であれば滅んでも問題はないじゃろう。巫女、その妄言を撤回してください。未来永劫変わることのない永遠、私が臣民に誓った約束です。しかし汝の臣民が必要としているのは、汝の約束などではなく、汝の眼差しじゃ。神の目ですか。人の寿命は100年のみ。彼らに過去を背負えるほどの力はありません。私は全てを経験したからこそ、彼らを正しい永遠へと導くことを選んだのです。はあ、じゃが永遠は汝にとってあまりにも残酷すぎるぞ。へい。私？汝は俗世の者どもに目を向けぬようになっただけでなく、己すら見つめることをやめた。何百年もの間ここで一人寂しかったじゃろう。しかしこれは必要なことで、前へ進まなければ逃す者も多いじゃろう。ここで永遠にとどまる汝も失い続けていると言えるのではないか。そんな孤独に耐えながら、その時間軸を永遠のために無限まで伸ばすなんぞ、わらわに話せ。なぜここの空がかつてあれほどまでに暗くよどみ、そしてなぜ今再び光を放っているのか。ここは汝の一心浄土、汝の内なる世界であれば、もうとっくにここの孤独に耐えられず、本心ではわらわにあえて嬉しく思っておるのではないか。私は何も言うことはありません。わらわにはあるぞ、数えきれぬほどの話が。そうじゃ、せっかくじゃから、ここ数百年間の出来事を汝に話そう。数百年もの出来事を話すなんて、どれほどの時間を使うつもりですか。千個の記憶力はいいんじゃ。数百年の些細なことまで覚えておるぞ。じゃから話すのにも数百年かかるじゃろう。巫女、実はもうこうして会うことは二度とないと思っていました。あなたに会えたのは永遠の中に生じた変数であり、驚きでもあります。やっと素直に認めおったか。なら引き続き友でいてやってもいいぞ。まったく子供じみた会話ですね。ですが、あなたたちの計画に負けたからには、あなたたちの意思に従ってメガリレーを廃止しましょう。しかし永遠について、この国が果たして前へ進むべきかどうかについては、再び考える必要があります。最初から最後まで子供じみていたのは何時の方じゃったな。その後、ライデン将軍はメガリレーを廃止した。人々の願いは、あやつの閉ざされた心の扉を開けたんじゃ。一心浄土以外に、あやつは人々の目に永遠を見た。願いがひときわ強く輝いた時、神はその者に眼差しを送る。ある願いは痛みを拭い、勝機をもたらし、希望を呼び起こす。ある願いは、たとえそれを持つ者の身が滅び、魂が天に帰ろうと、生まれた時と変わらず、真摯に熱く燃えゆく。
英雄。